メガボルトゼニスとは、スペインの船舶会社、プルマントゥールクルーズ社が所有するクルーズ船。セレブリティクルーズ社向けに、ドイツのパペンバーグにある造船所、マイヤーベルフトによって1992年に建造された。セレブリティミレニアムで、春と秋に横浜発着で日本周遊クルーズを実施している、セレブリティクルーズ初の新造船が、ホライズン、 第二の新造船がその同型姉妹船、ゼニスであった。船名は、頂点、絶頂、全盛、局地、転調を意味する。この船名には、天頂のニュアンスを込めた命名だったという。内装は、デザイナーのマイケル・カソー・ラキス及び、英国人デザイナーのジョン・マクニースが手掛けた。ホライズンともに、カリブ海を定期的にクルーズする客船として、初めて、クルージング クルーズシップスで、ファイブスターの評価を得ている。ゼニスを舞台とした随筆、A、サポサドリーファンシング・アイル・ネバードゥ・アゲーンの作者について、これは、水です。スピーチの最終部分、真実とは、死の前にある生のためのものです。真実とは、本当の教育の本当の価値のことです。それは、知識とはほとんど関係のないもので、たった一つのことに集約されます。 限りなく、リアルで、根本的で、でも、我々の目にはなかなか見えず、絶えず、自分に言い聞かせなくてはいけないこと。これは、水です。これは、水です。意識的に、社会人生活を日々送ること。これが非常に難しい。教育は、一生の仕事だという、これまたありふれた表現になりますが、事実なのです。そしてその教育は、今、この場所で始まります。 幸運以上のものを君たちに祈っています。解説スピーチでは、いかに大学卒業後の人生が、仕事や通勤等の退屈な日常の繰り返しという言葉が何度も出てくる。ABC ミッケアスクランダー MS ゼニスフェイクタオムファーティング2007年12月14日閲覧 ABCD ゼニス DNVGL ベッセルレジスター ジャーマニシャーロイド2012年7月29日閲覧 AB メガボルトゼニス PDF ハットジーバクルーズ J バクルーズ JEIBACRUISE.JP2019 年3月28日閲覧ズプラネットのセレブリティクルーズパンフレット2019年3月27日閲覧客船データベース船旅だからこそ見える景色へ雑誌 クルーズ公式サイトウェブクルーズ .crus-mag.com2019 i、S、e、M A、com 2019年3月28日閲覧2005年の伝説卒業スピーチ動画。これは、水です。1週間で500万回視聴。2019年3月27日閲覧。これは、水です。j.ktamura.com 2019年3月28日へ閲覧。ありがとうございます。